茂雄11月7日没年不詳は、明治、大正時代の養蚕術研究家。北信成解雇者を創始し、長野県における近代養蚕業の功労者とされる。1877年11月7日、高野直作の長男として、長野県上目の地群、竜里村八番地に生まれる。母は、寺島津の姉、駒。当時、長野県の養蚕は、 古典的な手法に頼ったものが多く、時として解雇が病気にかかり全滅してしまうことがあり、養蚕家が多額の負債を抱えて破産してしまうことがあった。高野は、そんな養蚕家の実情を見て、養蚕家のリスクを近代的な科学を用いて回避することを願い、養蚕学を収めることを望む。産業学校を卒業の後、埼玉県教振社伝習所で、寄贈、 与え守るさんを表した浪江橋ハさんに指示し、養蚕学を収めた。その後、産業学校の教授となり、養蚕術を講じる。故郷の高岡村の町村政志向に伴い、旧、竜里村ほか七村の区域に発足竜里に戻り、自ら養蚕を実践。養蚕家懇親会を模様し、この席上で、長野県下の産業改良の志を述べ、創立委員に、 寺島渡る、丸山隆次村松源次らを招聘し、共有26名からなる、養蚕改良組合を組織した。1902年9月20日、養蚕改良組合を、養蚕改良新会庫社と解消し、近代的養蚕術の普及に努めた。高野の提唱した飼育法の改良により、養蚕改良新会庫社発足の数年後には、社員全員が、 未曾有の大豊作を得て、その評判は近隣に知れ渡り、長野県北部地域における、養蚕事業発展を見るに至った。1909年2月25日、養蚕実験新設を表す。1918年、養蚕実験新設を再販し、さらに増補改良を重ねる。1929年、理想的飼育法高の式箱外付及会を組織し、 理想的飼育法高野式箱飼育小説を表す。高野家の祖は長野県上海の地群の群れ塾本陣を営んだ高野家の分家で流里村の中宿を本拠とした。ありがとうございます。